こんにちは映像作家の藤田聡です。プロジェクトディレクターとしてコンサートやイベントのプロデュースもしています。えっ、ー、とですね今回前回の続きでディズニー、ネットフィリックス、アマゾンプライムのオンライン融合戦略第2弾というのでネットフリックスですねについてちょっと、えー、掘り下げていきたいと思います。つい最近ですねあついにネットフリ がが世界でで会,会員登録者数が2億人突破したといいう、えー、やっぱこれすごいですごよねもうあの要は会員制なんでその2億人のサブスクリプションを抱えてるってやっぱ本当にすごいことでそれだけもうやっぱ潤沢な予算をネットフィリックスが抱えていてですねいろんな魅力的な、えー、作品を買い付けたりとかもうオリジナルのコンテンツなんかを発信してますよね。 最近もういろいろと日本でもこと,たこと書かない話題になっている、あのイテオンクラスとか、愛の不時着とかですね、もう本当にたくさんの方が見られたんではないでしょうか、それ以外にでもですねアメリカと日本でもヒットしたですねストレンジャーシングスとかですね、いろんな最近ですねクイーンズ・ギャンビットとか、本当、やっぱ面白い、魅力的な高品質の作品を生み出しているのが、やっぱ本当すごいなと思います。 ただですね、あの一見盤石に見えるネットフィレックスなんですが、実はあの根底に根本的な課題を抱えているわけですね。例えばですね、その大きな一つがですね、ネットフィレックスって、まあ、オンラインで全て展開している、えー、プラットフォームですよね。実はこれがこれれがから非常に、えー そこが問題になってくるだろうと。というのはですねあのやはり、えー、オンラインだけではなく、えー、オフライン現実の世界にですね店舗を持ったりグッズを持ったりするっていうことの強みって本当に。 あの大事になってくるんですね、まあ、今コロナ禍でそういうところが非常にダメージは受けているんですけども、まあ、コロナもいつか収束してですねあのまあ外出自粛とかもだいぶ緩和されていてまて、あ、ニューノーマルっていう形で展開していくとは思うんですけども、まあ、ディズニーランドとかもそうですけども必ずまたあの稼働する。 時が来るとそうなった時にディズニーはですねまあ言った通りオンラインプラットフォームの動画配信プラットフォームディズニープラスそしてディズニーランド、えー、グッズ販売とかですねいろんな店舗も構えているわけでそういうものがですねオフラインオンラインシナジーを生みながら進んでいくとやはりこれってものすごい効果を生み出すんですねただネットフリックスはやっぱそれを持っていないというので,でこれ何が問題なのかって。 今は2億人のサブスクライバーがいてですね、あの定期的に本当コンスタンスに非常にヒットコンテンツを作り出しているわけですね。これがまあ本当独特のデータドリブンで、えー、そういったヒットコンテンツを生み出していてですね、あのー、まあ新しい会員を獲得する、もしくは会員離れを、えー、しないようなシステム流れになっているんですけども、仮にですね、これ何かの 折にですねすごいあの予算をかけて作ったコンテンツがヒットしなかったとするじゃないですかそういうものが一つのほころびが起きた時にもちろんサブスクライバーがが離れていく可能性があるんですねそうするともうあの単純に年間の予算から、えー、その制作費を作ったり、えー、その買い付けのお金とかを引っ張ったりするので。 一気にあのキャッシュフローが回ら,回らなくなるっていう可能性はやっぱ十分に考えられるとこれがやっぱり非常に怖い部分で要はそのマネタイズの部分をオンラインの課金、えー、サブスクリプションにしか置いていないのでそう何かのそういう例えばコロナとかもそうでしたけども何かのそういった原因で、えー、問題が起きた時に非常に 脆いんですね。えー、たそ,のそれ以外にもですねやはり例えばあのネットフリックスで新規会員 をももたたらしたものに全裸監督みたいな日本のすごいヒットしたコンテンツがあったと思うんですけどもあれワンシーズン全8話ぐらいなんですけどもまあ例えばもう今本当休日とかに一気見する人とかいるじゃないですか。じゃ仮に全裸監督を見たいからえ会員登録してもう例えば2日とか3日で一気見してあのそのからもう会員 要はその毎月払わなきゃいけないのでその支払いをしたくないから会員登録をやめるっていうケースはもちろんあるんですね。というのも全裸監督全8話見たら次のコンテンツ次のシーズンが始まるまでに最低でも1年とか2年かかっちゃうわけじゃないですかそうやってやはりあの会員離れする人っていうのは絶対少なからずいるのでだからそういった部分でも非常にネットフェリックスってこれから課題があると。 で今取り組んでいるのがネットフリックスがですね、まあ、IP ビジネスと、えー、プロダクトリプレイスメントっていうものを、えー、これから展開していくというのが非常に考えられます、まあ、IP ビジネスっていうのは何なのかっていうと、まあ、その俗に言うキャラクターグッズとかの販売ですよね例えばせっかくあのー 戦略全監督とかすごいヒットしてもやはりそれに基づく関連グッズとかそういうものがやっぱり売れないので次っていうんですすか二次商業のあの利益っていうのが生まれないんですねでねも逆にディ,ズニーディズニーってそれをうまくやってるわけじゃないですか例えばディズニープラスで「マンダロリアン」というあのスター・ウォーズの最新作のヨーダベビーヨーダっていうのがいますよね。 ああいうのがヒットするとそのグッズとかがやっぱ飛ぶように売れるようなあのシステムになっているとでネットフィリックスはそれが現状できていないので、えーまあ、その悪い例があれですよね「鬼滅の刃」ですよねまあ「鬼滅の刃」をネットフィリックスとかで見た人も多いと思うんですけどもあれがどれだけネットフィリックス上で見られてもあのその、まあネットあ「鬼滅の刃」なんてそのグッズの えー、販売とかのその利益がすすごいいじゃないですかでそういうものが飛ぶように売れてもネットフィレックスにはまあ1円にも入ってこないとなので今ネットフィレックスはですね日本のアニメ会社、えー、いろいろあるの計4社とですねあの包括的業務提携を組んでオリジナルコンテンツを展開していくとでその中でもちろん2、えー、次販売を狙って たグッズととかかですねいいいろんな展展開開をしていくというのがあのがこれからの展開ですねただここの部分にも非常にあの課題があってやはり今ネットフィレックスってまあそのコンテンツを作ってくれというので発注しますよね例えば日本のアニメ会社とかでそうなった時にですねあの完全買い取り型ってシステムになるんですね。その後の後権利っていう 権利っていうものはアニメ会社に一切発生しないのであまりその実はアニメを作る方にとってはあまりここメリットがないんですね、まあその予算をもらってその中でまあそのやるのでそこの部分での利益は出るんですけども今例えば「エヴァンゲリオン」なんかでもその独自に企画からあれはガイナックスがやって、えー、まあに日本東京で。 ヒットしてその後のグッズの売り上げとか巨大な利益をまあガイナックスに生み出すとかですねえそういう利権があったんですけどもネットフィリックスでやっちゃうとですねその辺の権利が発生しないというのがね今非常に問題になっていてネットフィリックスもだから日本にまああのプロデュース部門があるんですけどもアメリカ本社にですねそれではその日本のアニメーターのモチベーションが上がらないっていうので今積極的にいろいろと。 改変していいこうっていうのが、まあ、流れだったりはします、まあそんな困難でですねあと、えー、まあその二次販売っていうのもあるんですけどもそれ以外にもやっぱマネタイズの方法としてプロダクトリプレイスメントがあると。 これよく分かりやすいのが、例えば、えー、ミッションインポッシブルなんかでですねよく BMW とかオークリーのメガネが登場してきて、まあ、トム・クルーズがオークリーのサングラスをかける、えー、BMW の車に乗る、バイクを乗るっていう、それだけで要はあの広告効果があるわけですよね。あのまあ、視聴者にとっては CM とかテレビ CM とかすごい嫌うと思うんですよね。やっぱ見たいもの見たくなないもののを見せられるのはみんな あのもちろん嫌うのは当然で,でそこを課題するのがプロダクトリプレイスメントで要は映画などのストーリーの中に何気にこう忍び込ませることによって、あのー、宣伝効果を生む物を売る広告効果を生むというプロダクトリプレイスメントというものを、まあ、これから進めていくと、えー、それをしないとですねやはりネットフリックスもいくら今2億人の会員数がいて え非常に勢いがあるといっても、これからですね、3年、5年、スパンで見たときに決して盤石ではないという状況です。なので、どういった形でですね OM、OMO 戦略、オンラインマージドウィズオフラインですよね、これを進めていくのかっていうのが非常に課題になってくると思います。次回はですね、最後、Amazon プライムビデオですね。 まあこれもまた独特のビジネスモデルを築いているんですけれどもこれについていろいろと掘り下げていきたいと思います。えー、それではありがとうございます。